高橋由一チャンネル。日経新聞なんですけども、価格交渉でタマホームなど最低評価経産省という8月3日の記事なんですが、経済産業省は2日取引先の中小企業との価格交渉や価格転嫁に後ろ向きな企業を発表した。価格に関する交渉状況でタマホームやエディオン、一条工務店の3社が4段階評価で最低だったっていう記事がありまして、名前を公表するっていう、この価格公表の中に、従業員との労務交渉っていうのも入ってると思うんだよ。だから労務費を上げてくれるか上げてくれないか、で経産省はどちらかというとみんな転嫁して消費者に行って、立場でやるんだよな、ある意味でさ、企業の方に立ってるんだけどね、経産省は。これやりすぎるとどうなるかっていうと、実は公取の方は実は最終消費者に立つからね、そんな経産省がいろんな指導するってこと自体がカルテルになるんじゃないかっていうことを指摘するかもしれないねと私は思うけどね。だって経産省が各企業に全部言うってことは、各企業がそれに全部従ったら価格転嫁カルテルにもなるんじゃないの。なるほど、前もあってさ、私は公正取引委員会ってとこにいたから経産省とカウンターパートナーだね、完全にね、それでね、分かりやすい例で言うとね、消費税の転嫁をするって時に経産省が主導して、やる、消費税こんだけ分かったんだから、価格はこんだけ上げろと、それについては公正取引委員会の方がそれは価格転嫁カルテルでしょって言ったことあるよ。そうなんですか。でこれ結構いつもね微妙なね、話になって、価格転嫁カルテルってなっちゃったらあれだよね、みんな一律に上がっちゃうから、消費者が不利になるんだよね。で公正取引委員会としてはカルテルはダメっていう大義名分があるから、そんな指導するなと、指導しないでそれぞれの企業に任せろと結構言うってことがあるんだけど、今の力関係だと、多分公正取引委員会言ってないんだろうな。これはね、これこんだけ新聞に出てね、これ日経新聞だからね、経産省の話はまだまだ書くんだけどね。そうなんですね。これあんまりやりすぎたら価格転嫁カルテルに実はなりますよ。そうなんですか。だからもうちょっとね、自由なところでね、転嫁ができるところ、それで転嫁以上に価格を上げられるところ、転嫁ができないところって、一応3種類出てきても不思議ではないんだけどね。そうなんですね。てっきりこういうのって発注元が優越的立場だから価格転嫁認めないのはけしからんって公取が言うのかなって思ってたんですけど、どっちもあるよ。どっちもあるけれど、優越的地位の乱用っていうのは実はあんまりも実は多くないよね。そうですか。そんなに簡単に言える話じゃないからね。だから優越的地位の乱用っていうんだと、あれだよね、例えば従業員のところで、優越的地位があって、従業員の方が給料上げてくださいっていうのを拒否するとか、そういう時には言えるんだけどね。どちらかというと最新の感じなんですか。だからどっちも言えるんだけど、優越的地位の内容ってあんまり適用でも多くないんだけどね。そうなんですね。だからどちらかというとカルテルっていうのに対して経産省がいろんな指導していることに対しては公取は普通は言うけどね、あんまりやりすぎと、なんでやってんですかと言って、法律の根拠は何ですかとか、そんな感じだよね。経産省は言うことを聞かせられる権限自体はあんまり持ってなくて言ってるよ。どういう権限でやってるか分かんないんだけど、多分今官邸の中とかそういうのが経産省が強いからじゃないかな、結構。そうなんですか。だからこういうこともできるんじゃないかな。どっちが消費者にとっていいかって言ったら、あれだよね、結構自由に任せた方がいいんだよ、はっきり。そうですよね。で経産省は消費者の方の立場に立たないで企業の目で見るから、こういうことを消費者の方に押し付けるって形をやるんだよね。あれ、レジ袋の有料化も経産省でしたっけ。あれは環境省か、あれも、結構とんでもない政策なんだよね、はっきり言うね。余計なこと言うんじゃねえよって感じなんだよね。レジ袋はもう自由でしょと、取るか取んないか。そうです。私なんか大阪に行った後に、赤服買うんだけど、赤服で送れるよ、その。そうですか。レジ袋と関係ないですって言って。役所がいろいろ企業に言って、その権限ないのに従っちゃうみたいなパターンって意外と多いと違う。多い。だから本当は公取がどういう権限があってやってるんですかというのを透明的にやんなきゃいけないって責務があるんだけどね。公取がやるべきなんですね。公取はあんまり言わないんじゃないの、最近。
弱くなっちゃったんですか。うん、弱くなってるのかもしれないな。うん、経産省が強い、経産省が強くなりすぎるかもしれない。価格の話について介入するっていうのは最近結構目立ってるよね。うん、そうですね、うん、だから価格に介入するっていうことは目立ってるってことは変なんじゃないの。ちょっと、うん、確かに本来自由に任せなきゃいけない、本来は自由に任せるべき、うん、そうですね、うん、でさっきちょっと言ったけど、ローチンぐらいは実はちょっと介入してもいいって権限はあるんだけどね、はい、もう普通の価格について言うと、もうほとんどこれは自由に任せるべきっていうのが本来の建前で、下手にやると転嫁カルテルになっちゃうよね、うん、この時だいぶ消費税の時にはだいぶ議論したんだけど、最終的には転嫁カルテルにならないように指導するってわけのわかんない多文字だったけどね、あれ消費税って言ってね、はい、非常に大きな国策だったから、はい、小鳥の落下にいる財務省もね、はい、あの小鳥の落下には財務省がいるんだよ、大体そこも結構認めちゃったから OK になっちゃったんだけど、はい、こういうのについてあれでね、消費者の立場に 立つべきね、うん、なんと小鳥がね、経産省に ものを言えないってことは本当はちょっとおかしな話かもしれないね。ああ、そうなんですね。経産省はでも良かれと思ってやってる。いや、企業のためだから、企業はだから消費者に全部押し付けてもいいやと思ってるだけだ。それはだから経産省はもう全く企業のために全てやってるってことだ。だから見てるとこは違うってことだよ。なるほど、消費者を見てやるのと企業を見てやるのってのはだいぶ違うんだよ、はい、企業だけがいいと思えば価格の話については全部消費者に押し付けろって話になるじゃない。そうですね、うん、で本当はあの、うん、その間にね、あの全部押し付けろって話になって、一律的に押し付けろって話になったら企業は楽じゃない。確かに。もうちょっとそうじゃなくてね、企業の営業努力みたいなのもやれというのが実は公取の立場では本当はあるんだけどね、消費者に押し付けないと押し付けられないのがあるでしょって言って、はい、僕は競争ですよっていうのが公取の立場なんだけど、公取がどうも出てきてないね、ここでのこの記事はね、ちょっと弱くなってるのが、今弱くなってるんでしょうね、うん、私あの公正取引委員会に行った時にこういうのをについて経産省に噛みつくっていうかね、はい、そういう係だったの私は。経済部の調整課ってとこでね、あの、公取とかなんとかがね、行政指導みたいに年次やってんじゃない、はい、なんであんたこう行政指導してんですかと、はい、この根拠は何ですかとかね、その、それを下手するとね、これは価格カルテルになりますよって、他にもやったことあるよ、こういう経産省じゃなくてもね、運賃認可カルテルって言ってさ、はい、あの、タクシーかなんかのね、料金をさ、一斉に上げろって運輸省が、ね、やりますね、指導するんだけどさ、はい、あれやめろって言ったよ。あ、こんなもんあれじゃないか、業者でって違うんだしね、その運賃認可するとところがね、はい、一律的にこうにしろってたらカルテルになっちゃうじゃないかって言ってさ、そうですね、そうするとね、うん、なんか微妙にね、いろんなね、運賃がバラバラになったりしてね、はい、会社とか地域によって全然違うなって、はいはいはい、なってたよ。銀行かなんかがね、はい、手数料やるときみんな一律に上げるじゃない、これダメよと言ってさ、はい、あ、なんかそういうの財務省に指導したこともあるよ。うん、だからこれでも似てるんだよ、そういうの全部一律にやっちゃいけないんだよ。そういうことですね、うん、10月6日の日曜日、はい、チャンネル主催の、トークショーイベントを行います。ぜひ皆さんお越しくださいませ。よろしくお願いいたします。